掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さ、3月の8日8日火曜日 March 8th エトラジ第190回目を迎えております。喋りすぎだを書いた人が真犯人ですか。なんですね。喋りすぎだって岸田さんちの襖に書いてあったやんか。何の話。喋りすぎだって書いてあったんが真犯人ですか。どう考察してますか。考察してますよ。見てるんですね、秋さんね。僕何のこっちゃ。これで分かんのかな、みんな。分かる人は分かる、ね。喋りすぎって書いて。だって書いた人、あの字を書いた、あの今言った筆跡鑑定したらあれ犯人か。でも、ね、お部屋にまず入れなあかんやな、ね。まあ変な話さ、真犯人フラグ、そういうことをする人、あえて言葉は伏せるけど、うんうん、は部屋ぐらい入れるかな。まあ、鍵屋さんな、知らんけどな。あの方、手紙を作成してる人、なんか切り文字にして手紙作成してる人か、まあそれが、強羅君に、じゃあ強羅君がか、うん、一斉に手紙渡して、うんうん、あの方からって、うん、またあの方からって、うん、ってことはさ、強羅君は真犯人知ってんのか、知ってんのかな、知ってんのか、ほんだら強羅君に聞いた早いな、うんうんうん、上島さんにな、うんうん、ね、あの方、うん、手紙わかります、うん、だから一星君はね、お風呂に監禁されてたでしょ。監禁言うていいかどうか知りませんけどね、うん、でそこに持ってきた強羅君、うん、手紙持ってきたでしょ、うん、ね、あの方から、ね、うん、あの方、強羅君もお部屋入れんねんね。だからそういうことやね、そういうことや、ね、だから喋りすぎだが、あれ強羅君の時間っていうことになってくるわけですよね。例えばね、例えばやで、うん、そうか、でも強羅君に指示っていうか強羅君に依頼してる人がおるってことやね、うん、あの方やったらね、うん、ね、はい。それから小説を書ける人か、小説を書ける人、だから物語を書ける人ね、うん、第1幕とか最終幕とか、みずほちゃんが原稿紙に書いてたんは、例えば伊勢君が預かってるデータを預かってるのを書き写してんのか、うん、書き加えてんのか、あ、ね、原稿紙あったでしょ、うん、でももともと文学サークルないね、ほらみんなね、みんなみんないうか、日野さんと川村さんと凌介さん、相良さんはね、みんな分かるの、分かる人は分かるね、これね、そういうことやね。うん、だから文学、だからあのもう出すけど市場の時は本がいっぱい並んでるやん。で本物の本も並んでんね、 IQ、 1984か IQ84 かとかね、あの、でそうじゃない本も並んでんね、確かね、はい。で、林くんはやっぱり轟建設系か、もしくは政府系の人かがやっちゃってんのか、うん、それぞれ別ルートと別ルートと別ルートが、うん、だからあっちゃんと光くんと全部、林くんがもう別ルート別ルート別ルートだけど、たまたま重なったのか、ねえ、こんなことあるんやね、偶然の一致、うん、なのか、いやいや実は全部つながってるのか、ね、っていうね、もうちょっとやっておきますね。おびき寄せましてん、第19話最後、まあ、おびき寄せという言葉を取っていいのか分からんけども、タクシーで2人、タクシー2人は、日野さんと凌介さん、うんうん、でその前に川村さんは自分で、うん、自分の意思で、まあ、車タクシーか知らんけど、うん、まあ、行って、それをあれ追いかけてんの、追いかけてる、ね、あの車追っかけてで行ってんの、そう、でその前に日野さんがさ、なんか持ち出したような風の映像、うんうんうん、自分のその、ね、ね、うん、バーカ、地上の時のカウンターから、うん、内側からね、あれは、凶器なのか、鍵なのか、普通はさ、でも、言うたら大したことなかったらさ、うん、誰も店番おらんねんから、鍵閉めて。ほんまやね、でいいよね、うん。うん。別にね、ただ、やらしいのは目線をそう、下に這わせてさ、あんまり日野さんってそういうやらしいシーンなかった、うん、怪しいっていう、うん、うん、ね。で、まあまあ。で、ですわ、で、日野説が一番なんですね。ああ、そう。で、ツイッターに日野、初め俺山田さん、日野さんの両方で言ってたよ。俺、川村さん外してるからね。で、あの、フラグ立てでね、ツイッターでツイートできるように、相関図行ったり、その、公式、日本テレビの公式の、ホームページ行ったりしたら、私、この人が本人を思います、投票するってして、で、ツイートができるようになってんね。一応あの YouTube の概要欄にはなんか貼っとくけどね、晴れたらね、うんうんうん、でまあまあいろんなことだし、みんな遊んでるし楽しんでるし、
来週がもう最終回、来週っていうのは3月の13日、ね、うん、最終回ね、で最終回前やから、1回ぐらいあのエトラジもやらしてやまみちゃんっていう、ね、そっかそっかそっか、うん、先週もやろうとしてやれんかったからね、さそっか最終回やからね、うん、さっきやっとかんと、やっとかんとね、うん、俺も考察したいやんか、考察したい、考察動画いっぱい見てしまったしさ、あ、それからね、あのプロビンチャンネル実在してるからね、実在っていうかプロビンチャンネルという YouTube チャンネルが一応だから作って、あの毎回上がってるよ。おー、すごいねこのテレビドラマ、うん、まあ凝るというか楽しいというか、なんというか、うん、影響っていうか、ね、うん、もう惜しいぐらいかね、もうみんなが釘付け、こんだけ考察も出たりとかしてて、いろいろなとこね、ツイッターとかももちろんそうだけど、うんうん、YouTube と、まあ前半で追い込みますけど、うん、あのね DNA が 0% って出ててんやんか、うんうん、あの 0% って数字はありえへんって聞いたことあんねんけど、そう、何らかで数字は出るはずやと一致する、その何か、ね、他人でも ね、赤の他人でもよ、うん、何かね、うん、だからあれはもしかしたら偽造、いや分からんね、知らんね、そもそも 0% DNA 鑑定してないって聞いたことあるねんけど、分からんね、これはごめんなさい、あの、うる覚えです、ちゃんと確信取ってません、うん、はい、ということで、詰めます。2つです、はい、試乗の時に真帆ちゃんがいるのか、試乗の時の、まあ、その控え室じゃなくて裏というか、うん、そのあれが家やとするんやったら、うんうんうん、そのどっかにいるのか、うん、二宮さんが真帆ちゃんをかくまってんのか、あ、どっち、いやどっちっていうのは俺のどっちな、二宮さんと真帆さんの一緒に一緒にいて、うん、一緒に事件の解決をしてる、ほんであの二宮さんと一緒に映ってた、あ、ごめん、男の子のラインはもう小太郎くんや、ね、うん、なんでかって言ったら、うん、ひかりちゃん役の俳優さんがもう上げてんねん、一緒にあのオフショット、へー、であの同じセーターの柄がもう映ってんねん、小太郎君、あ、でそれも言うたって分かってるやん、うん、制作側も、うん、上げよったななのか、上げときやなのか、そこは絶対意図してるから、うん、あれ大したことないってこと、あ、そういうこと、最後は大したことないねん、あのまたぐとき、週またぎは大したことないっていうのが、うん、まあ、定説であるから、あれ別に、で、小太郎くんの唇やねん。小太郎くんちょっと変な下唇やねん、形がな。で、もう、あ、ズームにしたら間違いないし、うん、もう同じセーターやねん。だから、まあ、セーターを変えりゃいい話やけど、うん、他の子に来てるのわざとフェイクすればいいねんけど、うん、でも、あれは小太郎くん、要するにボディーガードぐらいの感じ、うん、もしなんかあったり、うん、ね。後半結構いい子になってたら、いい子いうか、いい役とか協力してくれてはるやん。ね、うん、いろいろね、ドライバーさんサポートというか、いろいろ真犯人を探せなんやろね。うん、だから、まあ、誰やったっけ、見てよ、名前ない、元木さん、あれ、あれ、ゴーラ君、花輪君は花輪君やで、言うて、あの具体的に見えてる絵を出してごらん、男なのか女なのか、女の子、女の子、真犯人かなって今思われてる人、元木さん、二宮さん、二宮さん、吉根京子ちゃんね、そうそうそう、うんうん、二宮さんと真帆さんがやっぱり知り合いやったから、うん、二人で協力して二宮さんの、うん、昔の真犯人を探せ、あ、結託してるってこと、うん、それこそそっちの真犯人、あ、7は56言うとった口癖があるから、まあ2人がね、2人がね、林君との関係性がね、関係性がねってつながったいうね、っていうね、で、だから、まあ、さ、要するに、うん、秋は真央ちゃん生きてる説やで、ね、これ前提な、生きてる説で、市場の時に女っていうのがずっと思っててんけど、うん、まあ、もしかしたら二宮さんがかくまってんのか、うん、市場の時もね、裏舞台絶対あるはずや、ほんまやったらな、うん、あそこ住んでるかもしれんしな、うん、でも心配になって真央さんほんまは出てきてもいいけどね、なあ、うん、生きてたらな、途中でね、うん、ほんでもうしゃあない、普通に日の説を、うん、初めて1回ツイートしようかなと思ってんよね、うんうん、でももう一番1位やろな今な、あのフラグ立ってるのね、あの投票が多分そうやと思うんですけど、まみ、うんうん、さんももう俺 日の山田説で言っててんけど、もう日野さんだけになったらいいやんか、うん、しゃあない、あの、うん、令和って当てる時も俺安永って書いてて、うん、投稿して、結果的には令和になって、うんうん、令和なんかこれっぽちも思いもせず、うん、だから和文字はあるかなと思ってたけどね、うん、平和の和ね、うん、まあまあそんな感じで当てようじゃなくて、うん、まあ楽しもうっていう、ね、楽しもうって続いて、まみこさん言うんやったら言うといてもらっていいですか、まおちゃんは宮沢りえちゃんは生きてんねんね、うん、あのタイが行ってるんちゃうねん、鎌倉で出てはって今妊娠してめっちゃ子供でかかったけどね、この前ね、あ、子供でかかったちゃうか、お腹でかかった、うん、でかかったけどね、うん、今日3月4日現在、うん、で生きてる説で犯人はやっぱり今も変わらず日の説を唱えておきますか、まみちゃん先週終わったオフレコで聞いたら日野説やってん、これは山田説やってん、まだ、あ、うん、そっか、日野さんね、日野さんも何か関わってるかもしれんけど、うん、
やっぱり二宮さんかな、やっぱな。あ、二宮さんにしとくの、うん、俺は二宮さんの方が おびき出した説やから、一星君と、まあ、なんかしてね、うん、まあまあそれは自由ですからね、うんうんうん、当たる当たらないもあるし、うん、まあまあそうね、うん、思うのは自由やもんね、うん、クイズと一緒で かけ事と一緒やね、うん、言うたらね、バクチですな、うん、じゃあまみちゃん二宮さんね、とりあえず二宮さん、うん、そうやね、二宮さん、まあ、グループでもいいねんけどね、うん、何人かでもいいねんけどね、うん、はい、じゃあそういうことでね、ミツバチの日、ミツバチの日ね、3月8日、はい、ミツバチの日、ハニービー、ミツ38の語呂合わせからミツバチの日ね、うん、まあうち今あのアロベシロップが量を使ってます。アガベか、うん、アガベシロップ使ってますけどね、うん、まあそれまでは蜂蜜ね、よう使って、ね、同じような感じにミックスずつっと入れたりして、はい、私も好きです、蜂蜜、うん、ね、蜂蜜、いろんな、あ、そうやね、うん、ラベンダーだったりアカシアだったり、いろんなお花の ね、違うね、蜜ね、ハニービーの日、じゃあ蜂蜜、今日はいです、え、たか、あ、たいいですか、た高木ブーさんの誕生日、あ、ハッピーブラスデーね、多分ね、89歳になりはったのかな、1933年、昭和8年の3月8日生まれ、ザ・ドリフターズね、ブータン、ブータンって友之助さんいうらしいですけどね、高木ブーさん、ね、見た目から見た目からブーさんだつけられたらってましたけどね、はい、ウキピディアより、はい、土産の日、土産、土産のみが3、あー、み、土産のやで8、土産の日、土産の語呂合わせから、ギフト、ギフトね、スーベニアね、うん、アッキーさん子供の頃、広田のシュークリームね、お土産、大阪駅でちょっとピュッとしてね、ゲットして持っていくっていうかね、うん、大阪駅ある、大阪駅、あの桜橋口のとこに あってん、あ、今日もあるかどうかって言ったら、あ、もうなくなったかな、もうない、もうなくなったか、桜橋口あってんけどね、すよ、うん、もう数年前まであってんけどね、もうなくなったか、ついにさすがにね、今たまにライフとか、どこやあれ、関西、どこちゃうな、ライフ、オアシス、なんかどっか行ったらたまにあるけどね、定期じゃなく、定期っていうか、そのレギュラーじゃなくて、あってある時あるけどね、広田のシュークリームがね、僕はお土産の定番、お土産の定番でした、うん、ね、まあ、例えば伊勢行って赤服買ってきたりとかね、まあまあありやね、赤服もね、そうやね、うん、お土産の、まあ言うたら大阪で岩おこしとか昔やったらあったけど、ね、うんうん、あれ今もあるけどね、なんか言うと思ったし、まみちゃんもしょっちゅういろんなもん買ってあるからね、だから大阪から例えば東京にお土産なら、今最近は、あの五感の、うん、なんていうのもやったっけな、あれ五感っていうところが北浜にあるんだけれども、うん、ね、はい、そこの入っている、うん、あとマドレーヌみたいなやつが、いつもだいたいそれか、抹茶味のラングドーシャーみたいな、なんか難しいこと言ってます、なんかそういう辻入り系かな、なんかそんなをどちらかもだいたい持っていくかな、あー、そうですか、うんうん、はいはい、そんなもんですか、そんなもんですね、ね、もう一回あのフラグ立てに行った方がいいかもしれません、ね、ミスチルの桜井君、桜井海君さんお誕生日、ハッピーブラスデー、1972年昭和46年3月4日生まれ、多分52歳になりはったかな、うん、52やで、ね、ミスチルですよ、シーソーゲームとか、うん、名もなき歌、ね、ボーカルです、はい、うん、そして、うん、先月に、うん、じゃあ先週、うん、魚座さんやったんですけど、うん、水上さん言わんかったからやってあげなあかんのちゃうのっていう、一応そうなのね、神秘化リュウジ星占い3月号より、ラッキーフードはたい焼き、あ、たい焼き食べてんの、たい焼きね、解禁焼きも食べてんし、ご座層も行ってないの、たい焼きね、なかなか本当売ってるっていうか、そうなのね、うん、ところがね、ということで、水亀座さんもしよかったらね、毎年 毎週毎月やってるんで、はい、まあ、よかったらピックアップしてあげたらいいんじゃないかと思う、神秘化リュウジさん、星占い、はい、水亀座さんは、何月から、何月何日やったっけ、1月20日から2月18日ですね、はい、の水上だな、はい、古いもの新しいもの組み合わせ斬新に、あ、なるほど、はい、ユニークな発想で活躍、ラッキーカラーオレンジ、ラッキースポットインテリア雑貨店だって、古いもの新しいもの組み合わせ斬新にです、オーサゲルスニューセンスアンティークと全然最新カレーを組み合わせてるしね、そうですね、ニューセンス全然Unique idea and then idea、ね、do something、ね、Lucky color orange, lucky spot interior、 バンちゃんが朝の時点で
まさかエトラジで真犯人フラグ考察するとは思ってないやろからね。ユニークな、ね、発想で活躍してください。そうね、水上さんのあなた、はい、ラッキーカラーオレンジ、ラッキースポットはインテリア、あインテリア雑貨店、ね、うん、まあ、イケアさん応援してあげてもいいですし。お前ね、そうですね、はい、イケア、ね、政治話しませんけどいいですか。はい、ね、もう真犯人言ってるから、まあまあ、暗殺とはいう言葉は使わんけどね、誰かがそういうことしないとね、あのそうならないのかとかね、世界平和って大変やなと思いますけどね、あんまり言わんようにしておきます。本日のお題どうされますか。本日のもうお題いきますか。はい、水上座さんもういいんでしょ。もういいですよ。いいんですね。あ、もういいですか。はい、そしたら本日のお題は路上パフォーマンス。僕ね、うん、いつも言われたらすぐこれ、あの路上パフォーマンスっていう言葉で総合的に含まれるかどうか知りませんけど、うんうん、商店街のイベントの MC してるから。交差点でね、商店街、アーケードの商店街ね、あ、まあ、路上路上パフォーマンス、まあ、そこにあの、まあ、歌い屋さんとかそういう芸を持った子を来て、パフォーマンスといえばパフォーマンス、ね、あの、うん、小芝居やってもらったりね、うん、忍者の小芝居やってもらったりしてる時の司会者やから、うん、でもまあそれはまああれやね、ちゃんとイベントとして、ね、イベントですね、イベント司会です ね、うん、ね、商店街だから路上は路上でしょ、路上だけど、ね、道路交通法上の路上です。あ、そうかそうかそうか、路上ね、経験あります。毎週第4日、毎月第4日曜日にやってたかな、朝からね、はい、はい、以上です。あ、そうなのね、うん、私はね、ないよねと思って、路上はないなと。まみちゃんはやっぱり室内ですか。室内だし、あとはまあ外って言ったら、あの万博公園、万博公園、エキスポ。あ、そうですそうです。え、万博公園何したの。万博公園のイベントがあって、はあ、なんか癒しフェアじゃないな、あれ何だったっけ、なんかそういう感じ の、うん、あのフェアがあって、そこでパフォーマンスというか、まあ、みんなで何をパフォーマンスしたの。ベリーダンス、みんなでね、たくさんの人で、グループでね、なんかそういう市販でもありますけど、ね、はい、うん、そういうのがあって、そうですね、あ、グループ演舞、グループ演舞、まあ、別にだからそれがなんていうのかな、あの、はい、今日は今から何々です、MC がいるわけじゃなく、勝手に始めて、そこでも踊ったみたいな感じ。うん、あ、そうなの。そうそうそう、もう、そういう、イベントは。ゲリラ的にやってんの。ゲリラ的にというか、一応イベントを出していって。あ、大きいイベントはあって。大きいイベントはあって、例えば。自分らで自由に。あ、そうそうそう。そのブースのとこで前でとか。ブースとかは、多分グッズとかは一応売っていて。うん、そうね、なんかそういう感じでいきなり、そう、じゃあ始めようかみたいな、自分らの意思で、そう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 、なんかそれで人が寄ってくれて、ちょっとグッズ買ってもらったらいいかな、なんかそういう感じでぐらいしなので、まあ、はい、いわゆるその路上パフォーマンスっていうのはやったことあるな、まあ、パフォーマンス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 はないね、うん、まあ、まあ、ないね、ただ、うん、あの、いいか合法か違法か、うん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 、別にして、秋ロケステーション界隈、某京橋ステーションとかでやってはるしね、うん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 、友達の友達がやってたから、その時ちょっと一緒に映り込んだことあるけど、あ、うん、たまたま映り込んだだけ、あの、私ほらインディーズのミュージシャンの人のアテンドとかやっていた時に、うん、そのやっぱりアメリカから来たミュージシャンの人はあのやってました、東京で。ああ、やっぱやっちゃうんや、うん、ピャンと、うん、ちょっとやってみた感じやったね、うん、路上パフォーマンス。あ、俺三角公演でやろうで練習行ったことあるな、あ、機材持って、あの歌い手さんが、ああ、ダンサーさんか歌い手さんがメインでね、あの京橋駅で思い出したけどさ、うん、それこそ裏前もそうやけど、インタビューを受けたことあるよ、うん、ニュース系ね、うん、号外出た時とか、号外も受け取るしね、うん、まあ、うん、だからテレビ局はよく出てるね、あのスペースに、まあ、よくそう、あの京橋で路上パフォーマンスの人いるけど、うん、まあ、ほとんど、まあまあ、いいなと思うときはちょっと立ち止まったりするし、まあ、もちろん投げ銭、たまたまちょっと時間あったらとか、ね、うん、投げ銭もすることだけど、まあ、私はあの移動の場所っていうか、うん、やからそんなに立ち止まらないですけどね、あき、うん、さん、そういうの、そう言われたらすやん、キラリ、木曜日のキラリあるでしょ、はい、そのフラットさんって、うん、本当の出会いは神戸のチキンジョージやけど、うん、オープニングアクトで僕たまたま、うん、あの入ってきたキャストやけど、うん、あの大阪駅で
ロジョパオンもさやってたわ。せいせい、その時にありがとういう曲、キラリじゃなくてありがとういう曲歌ってて、うんうん、その時に CD 受けてしはったから、うん、そこから流れで番組も出てもらったし、もちろん番組の曲になってる、うん、だから、あ、ロジョパオーマンスさんの時はほんまやったらフラットさん、キラリキラリっていう曲は、ロジョパオーマンスがご縁ちゃご縁ね、ダブルご縁ね、あ、うんうん、え、あの時のあの子、え、そうなん、え、そうなんってこう、こう重なるご縁があって、結果的に番組のね、タイトル曲になってるからね、ですな、はい、だから路上パフォーマンス、そういう意味ではあのほんまに掘り出しもいますよ、うん、あのすごい子いますよね、あーっていう子ね、あーっていう子ね、なんとかかなちゃんとかね、ね、あそこでやってますよね、ね、はい、さあ、なんかお友達とかいますよね、うん、路上詩人の人とか、あ、僕天竺マンに書いてもらってるから、天竺マンもともとね、一回路上路上出てはったこともあるんですよ、あの、うんうん、震災橋とかベス橋とかね、あ、うん、あので、その系統で、うん、お弟子さんというかな、うん、そういうパフォーマンスしてて、うん、まあね、うんとかくんね、うんうん、そう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 、はい、とかね、なんかあの、あなたのなんか一言で何かを書きますとか、なんかなんか、ね、あ、インスピレーション書道ね、インスピレーション、なんかそういうの、やはり、やはりよね、基本それも天竺さんもそうやからね、うん、天竺マンさんもそうやからね、うん、はい、どういう感じなんやろうと思って路上でやる人たち、まあ、まあ勇気いるよ ね、 ね、あ、いるかどうか知らんけどいるよねって思うけどね、うんうん、あと、まあ、来はったらね、ちゃんとすぐ撤退せな感じで、ね、うんうん、撤退しないあかんでしょう、ね、と思って、ね、ね、でもやっぱりそれでもみんなに見てもらいたいっていう気持ちがやっぱりあって、うんうん、まあ、どこでね、うん、まあ、どこでオーディションじゃなくてオファーじゃなくて、スカウトされるか分からへんし ね、 かかんないし、で、あの、バカず踏んでね、度胸もついてね、慣れてね、ってことか、素敵なパフォーマンスができるかからし、出会いがある、うん、で僕らもたまに見てたからね、あの子ゲスト呼ぼうか思ってたり CD もらったりね、してたからね、あのパンフレットとかね、CD、 うん、あの歌い手さんはね、うん、いや、ゲストさんに呼んであげようかって思ってるよ、うん、思ってるよ、いつも見てるよ、うん、はい、1997年3月8日 JR 東に、あ、ごめんなさい、 JR 東西線開業、あ、JR 西日本管轄では初めての地下鉄路線、あの京橋から 甘いってやつね、うんうん、JR ってだから地下鉄路線、あ、 JR 西日本に関してですけど、まあ、地下鉄の路線って、あ、そう言われたらない、 JR ってだいたい上なんで、ね、上とか高架 ね、 なんだ、だからその JR 東西線の京橋も含めての、うん、はい、そう ね、 ね、 そうね、JR、京橋でのパフォーマンス、京橋でのパフォーマンス、号外、はい、号外これ出るかなと思ったら京橋切っとったらだいたい号外ゲットできますね、あの最近で言うとひふみちゃんと、あの妹さん、阿部兄弟、阿部、阿部弟とか、阿部兄妹のね、金メダルとか号外出てましたな、はい、令和の時も出ました、ね、令和って決まった時に出ました、はい、ということで川越まみこワールドさん、はい、アッキー、アルジェさん、アッキー、アルジェさん、海運講談師アッキーさん、アッキー、アルジェさんと豊臣雄生さん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、このままね、続きは8アジトピックで、はいね、もう一度フラグを立てるのか、フラグ立てるのか、ね、してください、真犯人は誰だっていう、もう一間だからでしょ、来週やったらもう、ああそうかい、これなんかあのあれよね、クイズでなんとかとかないやねあよくあるけどね、そういうね、当たったらね、うん、新しい応募するからね、ミステリーもんですよね、お時間みたいですもん、はい、はい、それではまたお会いしましょう、 Thank you for listening、 See you next time、 地上の時。